今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、とですね、不安パトロール、不安パトロール、毎度のことながら、はい、ちょっと今回気になったのは、9060問題、おや8050じゃないぞ、みたいなところなんですけども、これは何て言うんでしょう、あの医療が進歩したのか、何なのか、寿命はどんどん伸びてるんですね、ますよね、なのでもともと言われていた8050問題っていうのが、8050っていうのは80歳のお年寄りが50歳のおっさんを、まあ、年金とかで養っているっていう構図なんですけども、これがまあそのままそのまま年を取ると、ただ体だけが弱る、ちょっと脳みそ的にもだよねみたいな、老老介護とか言ってますもんね今。そうね、若者が年寄りじゃなくて、もう年寄りが年寄りを介護する時代も、しかも上の方がっていうことですね、そうそうっていう問題があるよっていうのが言われていて、でこれに対して、じゃあ国というか、まあ、政府的にはどんな対応をしているのかっていうのを見ると、例えば引きこもりサポートネットっていうものがあったり、引きこもり地域支援センターっていうものが設置されたりしますよと。で例えばその引きこもり地域支援センターっていうところに行くと、例えばその、まあ指定都市に設置されているものなんですけども、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士といった方々が、まあ、そのバックアップしてくれたりとか、まあ、就労支援の窓口として機能していますよって書いてあったんですけども、ちょっとそこでピンときたのが、うんと思ったのが、就労支援なんです、就労なんです、就労、働けって言ってるんです、働けって言ってますよ。でそれを聞いた時に、僕はちょっと待って違うだろうと、まずその精神保健福祉士とか臨床心理士とか、その心理面とかやめてくれと大きなお世話だと、ただ僕はここで必要だと思ったのは、例えばそのファッションデザイナーとかね、その理容師さんがいて、すごいかっこよくしてくれるとか、まあちょっとあのいやらしい話ですけども、まあ風俗的なところで、ちょっとその自信つけてもらえと、魔法使いになれないよと、っていう、なんて言うんだろう、男としての自尊心というんでしょうか、なんかそのセクシャルなところをちょっと磨いてあげるっていうことの方が大事なんじゃないと思ったんです、清潔感で、そこにお金を投入しろよって思いました。どうですか大将、まあ、こんな党員まあ僕としてなんだろう、 KKO レベルまで行ってしまった人、 KKO、 はい、あ、KKO、キモい金ないおっさん、はい、KKO レベルまで行ってしまった人は、はい、なんかそれでは立ち直れない気はするんですよね。こじらせすぎてしまっている。それって僕の方ですか。あ、そうファッションデザイナーとか、ファッションデザイナーそういうことじゃなくて、もうそもそも生きていくことに必死なレベルかなっていう。必死なんですかね、 KKO の人たち。だってこもってパソコンとかやってるわけですよね、多分。で、多分その人たちが今親の年金で暮らしてるみたいな話じゃないですか。そうですね。でそのこもってパソコンで稼いでるみたいな、アフィリエイトで稼いでるとか、はい、それっていう人はまあ別に、ただの KO キモいおっさんですから、金があれば多分結婚はできるかもしれない。そうそう、はい、だけど本当に KKO レベルの人たちは、はい、もう収入はない。で、ない、収入といえば親の年金みたいな、だから多分食べるだけとか、食べる、そう、はい、日々暮らしていくだけ、はい、でこれって将来すごく不安ですよね。親ずっといるわけではない、親は不安ですよね、多分。親は不安だし、例えば僕が今親の年金で暮らしてる、引きこもりで、はいはい、かといってこう就職しろって言われてもみたいなところじゃないですか。そうですね来られた方もちょっとギョッとしますよね、はい、っていうところで何かしらの支援がないと結構きつい、生きていくことが。今はまだ年金があるから生きていくことはできるけど、はい、あと20年後、僕は今45、はい、45だって44とか、私45です。
44ですよ、はいはい、20年後64じゃないですか、はい、20年後親父多分いないですよね、はい、で僕の親がもううちの親父しかいないんで、はい、そうするとで親父のところに引きこもってたとすると、はい、あと20年後ぐらいには自分の収入はないわけじゃないですか、はいはいはい、で働いてなければ自分の年金も微々たるものじゃないですか、はい、でもその時に、うん、なんかそのファッション支援ですよ、舘ひろしさんみたいに格好してくれたら、うん、あれ俺いけるんじゃねみたいなちょっと自信になったりしませんかねでもこのファッション支援モテるファッションヘルスも含めてみたいな分かんないですけどね、モテるかどうかって言ったらモテない可能性はありますよね。あでもなんかその見た目がいいと、うん、なんか雇う方としても、うん、まあそれはありますけど、綺麗な方が僕もでもそこを言ったら20代雇った方がみたいなところになってくるじゃないですか。急になんか現実が来ましたね今。そう。なるほど。っていうところで結構大変ですよ。でもこの経営用問題、うんうん、これはあの堀エモさんも取り上げていて、うんうん、まあ今の一番の社会問題は経営用だというのをまあ YouTube の中でおっしゃってたり、ひろゆきさんもまあ10年ぐらい前から、うん。うんあのそういう人たちのことを、うん、無敵の人、うんうん、なんて形容の仕方で言ってます、うんうんうん、これは僕の中では大変だ、うん、大変だなんですよ。なのでなんかその人たちを変えることは難しいのかなって僕は思うんですよね。だとすると、はい、その人たちでも生きていける世の中にする必要がある。お金かかりそうですね。こう、まあ、よく言うベーシックインカム的 な、 あ、なるほど、生きていくことはそうです、ね、別にこう何に頼らなくても生きていくことはできる、まあ、国に頼っているのかもしれないですけど、はい、生きていくことに関して言えば別に大丈夫、まあ、平等なら僕ももらえる、そうそうそう、なら全ての人が僕は温かい目で渡してあげてって言います、うん、僕ももらってるから、うん、そうそう、なのでそこを平等に救い上げてあげるっていうような世の中にする、うん、僕がもらってないとすると、うん、おちょっと待てよと、生活法的な感じですよねちょっと待てよと、うん、俺頑張ってるぞと、うんうん、っていう気にはちょっと なりますけどね、うんうん、はい、なのでそういう最低限生きていくレベルの支援はしますよっていう、はいはい、全ての人一律でみたいな、ベーシックインカム、まあ、どっかもらいすぎな層をやめれば多分なるって、みんな経済学みんなやってるじゃないですか。みんなやってますよね、はい、なんでならないんですかね、まあ、利権じゃないですか。あ、なるほど。確かにこの2025年問題は、うん、その厚生労働省も経済産業省だったかな、うんうん、もう要はいろんな省で言ってるんですね、うん、多分それは引っ張り合いなんでしょうね、引っ張り合い、予算の、そうそうそう、で、まあ、確かにそういう問題がある、はい、問題があっていろんなところがこう予算を引っ張ろうとしてる。なるほど、うん、で、まあ、本当にこのベーシックインカム的なものを導入しようと思っても無理だと思うんですよね導入しましょうって言ってますけどはい、はい、でそれが導入できるような世の中にしていかないと、仕組み的を本当にこう変えていかないと、それがあると、うん、まあそのよくなんか2025年問題なんか言われて、うんうんうん、どうやら我々この、うん、段階ジュニアはロスジェネ世代なんていうの、うんうん、ロストジェネレーション失われた世代ですと、ひどい言われ方ですよ、ね、伝説みたいですね、ジェダイみたい、確かになんて言われていて、あの結構問題視されていますと、うん、要はもう仕事が不安定で独身を通す人もいるし、うん、まあ自分一人で大いに立ち向かわないといけないとか、うんうんうん、で実家の自立ができてないと、まあ、親に頼ったりとかで、うん、どんどん生活が困窮して、うん、自暴自棄になって、うん、あの映画ジョーカーの世界ですよね、うんうん、金持ちは敵だみたいな、そうそう、街を燃やせみたいな、うん、っていうところで、うん、我々は何とかしなければならない、うん、肩を組まねばと思って、うん、僕はその KKO の人たちと肩を組みたいんですよ、うん、肩を組んでぶっ壊せベーシックインカムってやりたいんですけど肩組んでくれますかね。なのでまあその肩を組めないのが付属に行けたと組んでくれない可能性あるかなっていうあ、言ってることがアホっぽいと、アホっぽい、
いや俺たちはそこじゃないんだよっていうところじゃないですか。なので気持ちが違うんですね。気持ちが違う。俺たちが求めてるのはそこじゃないんだよみたいな。だからベーシックインカムだったら乗っかってくる可能性はありますよねっていう。あ、うん、お金。お金。そう。ファッションでもないと。ファッション。お金があればファッションはいけるわけじゃないですか。お前らちゃんと行くか。っていう。だから僕はこれを6万円ベーシックインカム6万円を、うんうん、そのファッションに使ってほしいんですよ。2万円ぐらいを。まあでも生活費ですよね。まず生きていくお金ってなると生活費じゃないですか。でそのファッションに使うお金っていうところを多分他の人が許さない。生活保護でパチンコ行きやがってって怒るじゃないですかみんな。でもそれはこの人たちが受けてないからですもんね、うん、受けてない。でも今ベーシックインカムが6万円みんなにバッて配られたものだと、うん、で結局6万円で生活していければ そう6万円で生活していけるレベルだったら回す余裕ないですよね。いやファッションに回す余裕がないと。そうそうそう。そうすると余分にもう2万円みたいな、美容院代も余分にもう1万円差が出たぞ。なんかちょっとんって今ってなるとおいおいってこう言う人たちが絶対いるっていう。でそこも一律で配るかですよね。美容院代一律1万円、うん、なるほど。あ、だと僕も欲しいですね。お前でも髪ねえじゃんって言われると。あ、まあファッション代ですよ。ファッション代、うん、で一律で配るかですよね。だから最低限の水準を本当に生きていく衣食住の衣の部分をファッションと捉えて。あ、だと、うん、あの経済産業省とかみたいに衣装っていうのを作ればいい、うん、衣装。あ、そう。衣装ですと。なんか今あるじゃないですか、洋服のレンタルサブスクリプションあるじゃん。月額1万円とか、まあ、頼んでないから分かんないですけど、はいはい、で毎月プロのファッションデザイナーの人がその人に合う服を選んで送ってきてくれるみたいな。素晴らしい。それやらせてあげましょうよ。それいいんじゃないですか。それ受けたい人は一律みんな受けられるみたいな制度にしちゃえば不公平感はなくなる、はいはい、俺は自分で選びたいんだよって人もいるんで。この公平不公平っていうのはあると思います。ありますかね。やっぱりそのどんだけ潤ってる年収1000万以上の人でも、うん、そのあのまあ、年収1000万以上の人はあれだけど、じゃあ平均ぐらい500万400万このあるわ。俺ありますよ。ある多分言う。そうです。これが多分1億ぐらい稼いでれば、あ、まあいいよそんなの配ったらいいじゃんってはい、はい、なると思うんですよね。なんか肩を組んでない理由、組んでくれない理由がちょっとなんか分かってるような気がする。なので、まあ、やるんだったら1000万円以下の世帯とかに一律でベーシックインカムと衣装費、うん、衣装費ファッション代、うん、だからそこまで含めてこう衣食住みたいなところですよね。最低限の人間だし、やっぱり結局衣食住、衣食住だから一番ですね、やっぱり、うん、清潔感、うん、衣食住だから住むところがちゃんとあって着るものもあって、住むところは、うん、なんかどんどんこれからなんか家が余るっていうじゃないですか、うんうんうん、だとなんか住むところはまあ、まあ、土地の、まあ、都心に集中するっていう部分はありますけどね。なるほど。なので田舎に行きましょうじゃないですか。あ、じゃあ田舎をどんどん安くして、まあ、そうするとお金ない人は田舎に行くじゃないですか、はいはいはい、で田舎に行っても生活していけるように、まあ、ネットとかがあれなんでアマゾンに頑張ってもらって、はい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 、こう必要なものはどこに行っても手に入る。あ、だ都市の人が働けばいいんだ。都市の人が働いてで、そういうお金のない人はそういう田舎に行って安い家賃。でもなんか、うん、それはそれでなんか、うん、いい気がする、うん、なんかでのほほんとこう、うん、田舎でこうのほほんな人たちと汗く働く人たち、働いてる俺がかっこいいって思ってる人たち、うんうん、思ってる人たち、社会を変えるよ俺はっていう人たちに変えてもらって、うんうんうん、のほほんな人はのほほんで生きると、のほほんで別にこう苦しくなければいいじゃないですか、うん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 、本当にちゃんと美味しいもの食べれて、それなりのいい服も着れて、はいはいはい、住むところもそれなりの、これちょっと今なんか政策がなんかちょっと今形作られてきましたね、うんうんうん、今、はいはい。でそうするとこう田舎で余ってる家は多分いっぱいあるんで、はいはい、僕なんか去年2年前ぐらいに知り合いの人が、はい、三重県の伊賀、
まあまあ山奥ですね。まあまあ山奥、うん、で結構でっかい家に住んでる。おお、なるほど。住んでるっていうか、その人はもともとそっちに住んでないんですけど、仕事の関係でそっちに行って、はい、でそしたらその農家の人が家を貸してくれたって、はい、おお、でただでいいよって言ったけど、まあ、申し訳ないんで、申し訳ないって月5000円だけ払って、結構でっかい豪邸に住んでるみたいな、庭もすっごい広くてみたいな、まあ、その代わり朝起きると隣のおじいちゃんとかがお茶飲みに来たりするんで、まあ、まあそれはもうどうぞどうぞっていう、まあ、そういうところに行けばそんなレベルでこう家が借りられたりする。なるほど、うん、1DK10 万とかじゃないんですか。 1DK10 万とかじゃない、5000円、5000円で電気代も払ってないみたいな、ほぼ電気代なるほどだけ払ってるみたいなとこですよね。あとまあ、うん、そういう生き方もあっても、それはいい食住、うん、生活できるぐらいの、うん、その費用がちゃんと均等に入れば、うん、それはそれでいいですね。そう、あとはその生き方の、今田舎だとそういう仕事があるのかとかって困るから、すごい心配、行きたくないわけじゃないですか、はい、でも、まあ、最低限の保証はある。最低限のその衣食住が最低限保証されてれば、はい、田舎もあれなんじゃないかなっていう選択肢を得ますよね、うん、はい、でそうすれば別に引きこもりの人たちとかはそういう都会で引きこもってる必要もないわけじゃないですか、引きこもってんだから。あ、まあまあそうですね、うん、そうしたらこう田舎に行って安い家賃のところで爆弾岩扱いされなくてもいいですね。そうそうそう、都会にキューってなって、もう縁側でパソコンとかしてたらいいんですよなあ、まあそれはそれで、ね、そうそう、なんか快適、うん、快適というか健全な感じはしますね、うんうんうん、でね、隣のおばあちゃんがなんか差し入れとか持ってきたりするんですよ。あ、交流も生まれる、交流も生まれる、はいはい、大根煮たから食べてとか来るんですよ、きっと。嫌がっちゃダメだよ、嫌がっちゃダメだよ、嫌がっちゃ、はい、そしたらその人たちも別になんか固まった心は溶けてきそうですね、うん、溶けてきそうじゃないですか、はいはい、おばあちゃんでも、えー、うん、あんたご飯食べとるのとか言って来たりすれば、人の優しさにもこう、はいはいはい、触れられたりするんじゃないかなっていう、うん、なんかこんなことで肩を組んでもらえると、はい、うんうん、嬉しいななんて。まあでもなんか人間ってこう今まで進化してきたわけじゃないですか、人間自体が進化したっていうか発展させてきた、はい、社会だったり、はい、物だったりテクノロジーとか、はい、でそこってそうなりたいってみんなが思うからそう進んできてると思うんですよね、はい、だから問題があるって、問題があるとそこの問題をなんとか解決しようと思ってそっちに進むみたいなところなんで、はいはい、これって多分いけるんじゃないかなっていうこう思って発信して、それを見てそうベーシックインカム導入したいとか、うんうん、そういう、あ、山奥で衣食住困らずに生活できるならそれいいねっていう人が増えれば多分現実になるんですよ、うんうん、そういう人が増えればね、うんうん、そういう人が増えなければならないですけど、チャンネル登録チャンネル登録、はい、で、まあ、この考え方みたいな、うんうん、もっといいものがあるかもしれないし、なのでより良い未来を考えていければいいなっていうっていうチャンネルでございます、はい、っていう政党でございます、政党でございます。名前はまだちょっと未定ですけども、うん、そう、はい、なのでそうすれば KKO もぶっ壊せるんじゃないかとっていうところでKKO の人たちをぶっ壊すみたいで嫌ですよねあ、でもKKO 問題を、 KKO の人たちがぶっ壊れて、うん、綺麗になりました、うん、だったらもう全然綺麗、可愛いおっさんみたいな、え、そうそう、あ、そう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 、綺麗で可愛いおっさんおばさん、おばさん、さん、はい、になる社会を目指しております、うんうん、まあ小綺麗にすればね、はい、綺麗ですよ。今ちょっとミッションクリアです、うん、ミッションクリア、ミッションクリア、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします。